はいおはこんばんにちは、永遠にクソゲーしてるゆっくりと。キャラが一向に定まらないマリサだぜ。今回は典型的なだぜだぜ系でお送りします。さてマップはほい、陛下は機関銃兵。ほい、そっちじゃねえこっちだ、なんかウッパリーズが見えますねえ。だそや。知らない人は第116装甲師団解説後編しどうぞ。大麻やめろ。使っていく武器は MG42、こんな動画見てるような人が知らないわけがないので解説しません。手抜きやめろ。どうせサムネにわざとらしく毎分1200発とか書いてあんだろ、自明だから省略。防衛側なので分隊長が指示した場所で待ち伏せしますわよ。前試合とほぼメンバー変わらないから親近感が湧くね。多分お前が一方的に覚えてるだけで向こうはへとも思ってないぞ。いや分隊入った時に調子どうって言われたし、そんなことないでしょ。圧倒的社交辞令。まあそれはさておき、敵が突っ込んでくるので分隊長の命令に従って道路封鎖しましょうね。なんか聞こえたらしい、幻聴かな。分隊長の扱いひどすぎるだろ。普通にトラック来てたわ。Enemy transport traveling down. 敵の前で運転ミスるとは災難だな。一方的な虐殺始まったよ。場所が悪い。ここならよく見えるな、ほぼ変わらなくない。 Anybody can blow that thing up。 味方がありったけの手榴弾投げてるし、あや誰も生き残れないやろな。味方公平がしくったので結局後始末をすることに。I hear tanks. There's a move marked. なんか戦車音が聞こえるな。おいそこのやつ早くこっち来い。I called it up, command. Whoever's got AP, hit that thing. うん、戦車傭兵が外したな。よしお前が寄ってこい。一時対戦じゃねえんだぞい。味方戦車の到着まで時間がかかるし、機関銃兵ごときじゃどうしようもない。いやほら覗き窓から打ち込めよ。ゲームじゃねえんだぞい。いやゲームだろ。公平が肉薄してるっぽい。支援をすっか。なんかさっきから狙撃兵が狙ってきてんだよな。うわなんか来た。戦車の前でバカみたいに撃って、やそやそうなる。場所移して南側に来たけどアホみたいにいるな。すまんがしつくそすぎて何も見えねえ。心の目で見ろ。なむちゃな。And we got a friendly tank too helping you. はい、はいじゃないか。わらわらいると思ったらスポーンがあったわ。しかしあれだけバカスカ撃って誰一人気づかないってどうなってんの。どっかの誰かさんが目撃者全員消したからだろ。おスポーントラックもあるやんけ。うん、とりあえずエンジンだけ壊して場所報告するか。バカの一つ覚えで重心焼き切れる勢いで撃つのやめろ。重心交換実装されてないし、どうせあっても交換する前に死ぬから関係ないね。標本に書いてあること何一つ守ってなくてさ。味方来たけど対戦車地雷しかないから何もできないってさ。知ってて呼んだからもう満杯。何がしたいんだよお前はよ。いやまあ援護してほしいからね。今んとこ一発も撃たれてない奴が何言ってんだが。ハイターマヤー、敵のスポーントラックに両とも破壊したったぜ。指名手配不可避。遅れてきた戦車傭兵が残骸にパンサーハウスと撃っててきさ。敵スポーンに手榴弾ぽい。自分の投げた手榴弾を食らうのはさすがにどうかしてるだろ。武器切り替えてて走れなかった。運営さん修正してください。人のせいにすんな。てか対戦車地雷ミキさっきから一緒にいるけど暇なんかな。おめえが呼んだんだろ。なんか戦車兵が外に出てきてるからとりあえずしばくか。なんか無人っぽいな。あーろ隠してー。したところで味方にパンサーハウスとぶち込まれて発狂するだけだからやめとけ。公平が来るって言ってるけど来なさそうだしなー。どうしよう。やべえ戦車兵が拳銃片手に奪還しに来た。やったか。さて地雷ミキ助けに行くぞ。ここまで一緒に行動したしずっともだからね。
友情終了のお知らせ。寝取られててくさ。外人に気迫心の悲鳴。どこにいるかわからんけど、とりあえず適当に撃つか。自分から居場所をばらしていくスタイル。そして誰もいなくなった。後々地雷に気も死んで全滅。とりあえずは着直して再度南へ。小屋さっきの場所じゃなくてここでイモしてた方がいいな。なぜ撃たなかったか不思議。神のご加護かな。こんな奴に罰かけるとかろくでもねえ神に違いねえ。そうでもなかったわ。試合時間も残りわずかなので拠点に引っこもり、やべえ敵の砲撃が来た。くっそどっかに入らないと、あいとこにバンカーが。私も入れてくれ。Plane coming in, my artillery getting to work. Good kill, man. I think that tank just shot me, by the way. やばい拠点ドンピシャだこれ。うわ、味方の顔面が吹き飛んだ。It did not burn our rally at least. We better spawn right back at it. 他の奴ら全員点に召されたわ。これで全員だな。はい、ということで時間切れで防衛側の勝利。20キル級負傷だから機関銃兵としては妥当な戦果かな。マップが防衛有利なのもあるけど、敵がひたすら同じとこに突っ込んできたせいで道路上がひどいことになってたなあ。あそこだけで戦車さん4両が軍隊の公平に駆られてる気がする。ということで次回はクレタ島からお送りします。さようなら。